まずA320 を出てね、そのタイの暑さの洗礼を受けるかと思ったんですけど、全然暑くありません。スマホの天気を後で見てみると気温27度でしたね。まあ入国審査はめっちゃ時間かかりましたよ。もう全世界からタイに観光客が集まってる印象です。1時間近く並んでようやく入国です。私はこの麻生区七館にありますローカル感たっぷりのトラベレックスっていう両替所がレートがいいって知ってますので、ここで両替しますね。ただ部屋入ってみて、なかなかええんじゃないって印象。建物自体は古いんですけど、部屋はすっごく綺麗んですよ。3000円ちょっとには思えないですね。久しぶりでのタイでのチャーハン、焼き飯ですね。やっぱここのお店は炒め度合いが本当お見事です。ただね、ちょっと人参とか玉ねぎとかの野菜がね、かなり硬い食感やったのが残念でした。そしてこのバンコク滞在で一番通うことになるであろうあちらのお店を目指します。はい、バンコクへ来る男性諸子なら誰もが一度は行ったことあるお店ですよね。もう体調最悪ながらも、少しだけでもその雰囲気を見学しようかと帝名カフェへ、初日出勤します。